はい、皆さんこんにちは。今日もソビエトリパブリックやっていきたいと思います。前回ですね、こちらに団地いっぱい作って、石油の方ですね、こちらを取って、燃料として売り払ってますが、今回はですね、これをもうちょっといっぱい売ろうかなと思っています。でこれなんですけど、原油がめちゃくちゃいっぱいなので、原油も下ろせないかと思ってるんですが、どうなんだろう、原油の方はいけるのかな。こちらで原油もいけそうな気がしますので、原油の方を下ろしていきましょう。それでですね、電車を今回初めてちょっと使ってみようかなと思っています。でパイプラインの燃料庫を途中で一回くっつけて、運ぼうかなと思っています。さあ、これはできないのかな？くっつかないんですかね？ちょっと上の方から見ましょう。一応ここできてますで、大丈夫そうですね。ただ、ちょっとこちらの方の道路があるということで、こちらの方を一度またがないといけませんね。で、出口はどこだ？パイプラインのパイプをここから通しましょうか。これ高さが変えられたと思いますので、高さを変えつつ行ってみましょう。こんな感じかな。どうしよう、ここギリギリ行かなくていいか。ここから伸ばす感じで、どこまで伸ばせますかね。結構伸びますね。ここのだいたい道路からちょっと行ったぐらいまでは伸びますので、ここにですね、燃料を入れるタンクを作っていこうかな。どうしよう、こう作って、道路を通さないと多分消防署とかは来れないって言われますので、消防署を作ってそちらの方にもくっつけましょう。高さが合うかな、合いますね。あと火事になってはいけないので、消防車の方を作っておきたいと思います。あと前回ですね、救急車の方ですね、バス停となんか、行ったり来たりさせてたんですが、その必要がなかったみたいですね。どこだ？消えちゃいましたね。いた。こいつは、車両基地をここ病院にしとけば問題がありませんでしたね。さあ、そしてここでは消防車を1台買っときましょう。一番グレードの高いやつとりあえず買っときましょうか。でこれをホームでこちらの方にしとけ、あ、まだできてないか、無理なのか、しておきましょう。さあ、これで OK ですね。でこちらは燃料タンクから電車の方に引かないといけませんので、燃料からどこだ？これか。これが電車ですね。電車の方ありますので、これでいけるだろう。ちょっと待てよ。この文字のせいでちょっと見づらいですね。出すやつ、入れるのがこっちか。なので、こちらの方ですね、道路を少し、通り抜けたところぐらいからですかね。こんな感じで一回配備していきたいと思います。これでいけるかな？ちょっと一回進めながら行きましょうか。で、あとは、線路を引かないといけませんね。線路の方を引いていかないといけないんですけど、こちらですね。ダメか、長いとダメなんですかね。一回一回切れる感じなのかな。あんまりいっぺんには引けないみたいなので、一旦ここで引いて、そこから伸ばしましょう。はい。で、内側のここに入れておきたいと思います。これで多分、大丈夫ですね。さあ、これが出来上がれば、とりあえずは大丈夫そうだと思います。電気は来てるのかな？さあ、電気の方はまだ分かりませんね。今作ってる最中ですので、こちらの方ができるのを待ちましょう。
はい、出来上がって、こちら電圧の方も来てるので大丈夫だと思います。あ、なんだろう、これ工事マークが1個ついてますが、工事マークはなんだ、まだ、完全につながってないってことかな。はい、こちらで大丈夫だと思います。はい、OK ですね。では、この電車を走らせたいんですが、どっかに車両基地の方を作らないといけませんので、車両基地を作っていきましょう。どうしよう、これ。とりあえずは、少し離したところで行きましょうか。で、こっちの、の方に行くと。これで線路がつながって、こちらができれば、電車が買えると思いますので、電車を買っていきましょう。さあ、人口の方は513人か。まあまあですね。ありますね。よし。さあ、これで電車が買えますので、電車を買っていきましょう。これどういう形式なんだろう。先頭かな。先頭を買って、それにこういうやつをつけていくタイプですかね。では、これめちゃくちゃ高いな。95キロ。100キロ。100キロ出るって書いてありますね。では、一番高いのを買って、これに、貨物で、タンカーですね。こちらの方を繋いでいきましょう。47。何個繋げれる ?3 つぐらいいけますかね。もっといけるのかな。こいつが、1500kW なので、どれぐらいなんだろうな。まだまだいけるのかな。4つ1回繋いでみましょう。はい、これで行きましょう。で、こちらで、積んで、積み荷は何にしましょうかね。原油かな。原油、燃料の方はトラックで送ってるんで、こちらを送りましょうか。あ、これ選べるのかな。複数選べるのかな。積み下ろし 100%。これでいいか。とりあえずこれでいきましょう。で、次は、下ろす場所ですね。下ろす場所はこちらなので、こちらで下ろすという形でいきましょう。はい、これでスタートしてみましょうか。あ、しまった。電車消しちゃったな。さあ、これを早く送ってと。いきましょう。ちょっとのんびりですね。はい、一回見ていきましょうか。よいしょ。こちらで今は燃料を積む場所に向かってますね。よいしょ。はい、基地に入りました。積んでるのは？あれ？積んでないぞ。長すぎたのかな？ちょっと積んでませんね。荷積みが全くされてないけど。ちょっと一旦また戻ってくるのを見てから決めましょうか。それか、こっちに、あれかな？燃料が来てないのかな？なるほどね。これだと燃料しか来てないのかもしれないですね。なので、もう一本引いて途中つなぎましょうか。よし、こっからできる限り行きましょう。2本つなげて、あれ、できたと思いますので、これ行きましょうかね。こちらもこれぐらいにやって、一度ポンプで、つなぐと。どうしよう。1本で構わないから1本をつなぎましょうか。ああ、そしてそこじゃないな。刺さるのはそこじゃない。勝手になんか作ろうとしてますが、そういうのはやめてほしいな。パイプラインの方、ここは切っておきましょう。で、ここから入れて、ここから、向こう側なのか。向こう側なんですね。ちょっと厄介だな。ここ、交差できませんね。ああ、なら仕方ない。ここを入れて、置くか。燃料じゃないやつですね。入れたいんですけど。これだけを貯蔵する。燃料じゃなくて、違うやつは貯蔵できないんですかね。ああ、原油備蓄にしてあるはずないな。これは廃棄していきましょうか。ちょっと待ってよ。ああ、どうしよう。これ、ひょっとしてなんか出てくる場所で違うのかな？これが燃料だとかあるんですかね。ちょっと一回調べよう。パイプラインをこっちを切ってみて、これ、
でちょっと様子を見てみたいと思います。あ、こちらでは違うのが出てきましたね。ってことは、パイプラインによってどこから何が出るかが違うんですね。あ、なるほど。そしてもう一箇所はどこだ？もう一箇所どっかがあるはずなんですけど、原油が出るパイプがあるのかな？原油が出るパイプはないので、原油は輸出できないのか。なるほど。そういうことですね。まあいいか。とりあえず違うやつですね。を出す感じにしましょう。黒いやつが全部いける感じですね。よいしょ。さあ、これで、まあいいか。とりあえず戻ってきたら勝手に行ってくれると思いますので、行きましょう。で、こちらの方は、あ、ないな。なんでだ？燃料が入ってしまってますね。おかしいな。燃料は入ってほしくないんですけどね。黒いやつの、生産量は少ないのか。これは困りましたね。ということで、原油をちょっと輸出したいんですが、うまいこと輸出できてませんので、原油はトラックで送ることにしましょう。燃料の方が、もうかなり作られてしまってますね。取られてますので、まあ、電車が一体何を取っていくのかもちょっと見てみたいと思いますので、ちょっと待ちましょう。さあ、到着した電車を見ると、燃料と、こちらの黒いやつを、輸出するような感じになってますね。よいしょ。はい。ということで、まあ、こちら仕方ないですね。燃料とそちらしか行けませんので、まあ、もうちょっと生産ができれば問題がないんでしょうけど、生産の方がちょっと遅いですので、仕方ありません。さあ、これでお金の方も若干もらえるようになると思いますので、少し原油の方も輸出できるようにしときましょうか。ダンプじゃなくて、これか。これの容量がでかいやつ。これが13リッター、13トンか。これですね。これで原油を少し、出したいと思います。これどこだ？車が止まる場所、ここか。ここで積み込みを原油にしましょう。原油にして、それでこちらに運べば原油が、出されるはずですね。で、これで OK。で、これをコピーしていけば問題ないかな。さあ、これで OK でしょう。こいつも原油、全部原油ですね。原油がめちゃくちゃ余ってるので、原油を輸出したいと思います。おっと、なんだ？あ、まだ詰まってるのか。さあ、これで、どれぐらい溜まってんだ？あ、やばい。もうすぐいっぱいいっぱいになってしまいますね。こちらの方がしっかり出ていくようにしていきましょう。さあ、それと同時にですね、こちらの方をですね、人がありませんので、まだ16人ぐらいしかいませんので、もう少し人を増やしていきたいと思います。さあ、こんな感じで今、電車じゃなかった道路を作ったんですけど、これの内側にですね、少し建物を建てる感じで作っていきたいと思います。で、裏から少し、あれかな、歩道を通せばある程度の店には行けるんじゃないかと思ってますので、これを通していきましょう。こことここですね。よいしょ。こことここつないでいけばある程度は行けると思います。バスの方も行けますので、バスはどうしたらいいんだろう。どうしましょう。ここ病院つないで、これはここにつないでおきましょうかね。はい、これで仕事場に行きやすくなりましたね。で、バスを少し購入しましょう。バスを2台ほど、3台買うか。ちょっと遠いから、行きましょうか。ここで乗せて職場ですね。ここで降ろすという感じで行きましょう。さあ、これを他のものにも当てはめて少し出発していきたいと思います。これでなんだろうな。消防署、病院、保育園。保育園数が足りるかな。これがちょっと心配ですが、大丈夫かなこれで。で、小学校の方にも行けて、あとパブにも一応行ける。あ、でもパブやばいな。温度が低いって言われてますね。ちょっと回ってないのかもしれません。こちらはいいと。
はい、ここ見ていきましょう。やばいね、バス停にめちゃくちゃ人いますね。これどうしたらいいんだろう。めちゃくちゃ人いますので、バスをもうちょっと出さないとダメかもしれませんね。40人いることになってますので、バスをもうちょっと出してしっかり乗せていきましょう。はい、問題は食料品とかがないって言われてますね。食料品とかはデパートかなんかでっかいのあったと思うんで、こちらでもうまとめて出してしまいましょうか。でもな、お金がだいぶ違うんですね。8万かかりますからね。まあ仕方ない。これを立てて、あ、でっかいな。ショッピングセンター、思ったよりでかかったですね。こちらを立てておきましょうか。熱が取れないとまずいので、こっちにしましょうか。よいしょ、ここら辺で一回立ててみましょう。さあ、これで、あとは、歩道から来れるようにバス停と歩道をつないでおきましょう。よいしょ、こちらで歩道でつながりましたね。で、食べ物とかこいつらはここで買えると思いますので、これで行ってもらおう。そしてパブがないって言われるんですよね。で、パブは、それこそこっちの目の前に立ててあげようか。で、歩道でバス停からそのまま直飲みできるようにしてあげましょう。さあ、こちらの方お客さん入ってますね。よし、これで OK だな。食料品とかも自動で輸入するようになってるのでいいでしょう。さあ、これであとは何だろう。食料品と肉類はいけるはず。境界はないはいいとして。衣服も大丈夫だと思います。こちら衣服も売ってますね。こっちの方がちょっとやばいかな。少し遠いんですよね。食料品店とかが。なので、ここら辺の方が少し弱ってるかもしれませんね。さあ、こっちの就職状況はどうだろう。労働者約30人になって、燃料が若干早く作られるようになったのかな。収益に関しては若干上がってるとは思うんですけど、まだまだちょっと厳しい感じですかね。これ原油を、こちらの方に売りたいんですけどね。どうしよう。どっかで分けないとダメですね。さあ、こいつをどうしよう。これを分散させて電車につなぎましょうかね。まあちょっとそれは、おいおい考えて、まずは人とかを増やすことを少し考えていきたいと思います。さあ、学校がない。文化的娯楽がないがいっぱいですね。そうか。娯楽がないのはきついのでどうしよう。文化的か。文化的ならこちらでいいのかな？ラジオ局かなんかがあったと思うんです。あ、高いな。ちょっと高いですね。高いのでやめて美術館にしときましょう。美術館も意外と値段がするな。12万、5万。こちらが5万で2つ半なので、これにしましょうか。でっかいな。こちらの方に立てておきましょう。ドン。さあ、これで大丈夫でしょう。他はどこにもつなぐところはないかな。一応歩道でこことここはつないでおきますが、まあ問題なく人は歩いていってますので大丈夫でしょうね。さあ、これで人の方がいっぱいになってきましたので、もうちょっとだけ人を作りましょう。家の方を作りましょう。ちょっとここの間に作ることにするので、一旦削除。で、住宅の方を建てていきましょう。さあ、こんなに詰め込んで大丈夫かは、ちょっと心配ですけど、とりあえず建てていきます。これでまた人1000人ついに増えましたね。1000人いけますね。バスがえらいことになってるかな。もうちょっとあってもいいかもしれんな。バスを少し増やしましょう。よいしょ。こいつと同じように、ここだな。少し寄り道していこうかな。まあいいか。こことかも寄っていこうかなとは思ったんですけど、まあいいや、一回寄って職場に行く感じにしておきましょう。よし、スタート。あ、それをこいつにも当てはめて、スタートしておきましょう。これで少し人の方が、
流れがもうちょっとなるかな。あー、まだまだいっぱいですね。バスどんどん来るんですけど、待機中の乗客がめちゃくちゃいるな。そんなにバス乗ってない気もするんだけど。バス全然乗ってないぞ。どこに行きたいんだろう。どっかに行きたいんです。ここら辺の人は必要ありませんよね。働く必要がない場所なので、ここ以外はいらないと思うんですけど、まあ若干増えましたね。あ、そしてやはり原油の方がもういっぱいいっぱいになってますので、なんとかして原油の方を、売りたいと思います。燃料は24。なるほど。このタンクには全然燃料溜まりませんね。タンク。これは直でいいけど、タンクの方に少し入れないといけないな。原油をこの中に入れる方法を少し考えていきたいと思います。さあ、結局ですね、こちらの方は、原油の方をここを分配して入れることにしました。これで、まあ、つなぎなので、まあ、こちらで運んでしまえば直でもいいんですが、まあ、結構原油が溜まってましたので、こちらの方ですね、こっから何かあった時に貯めていけるようにしてあります。さあ、これで、人口の方があれ、ちょっと減ったような気もするけど、気のせい、気がないって言われてますね。ああ、小学校、学校関係がちょっとなくなってきてるみたいですので、学校関係を若干つけておきたいと思います。ここら辺の保育園作っときましょうか。さあ、夜になってちょっと見えなくなってしまいましたので、朝まで待ちましょう。さあ、なぜかですね、スポーツ場を作ってもですね、スポーツにも参加できないというのが出てしまって、こちらの方、改善しませんね。あ、ちょっと減ってきたかな。ここもですね、ここは保育園がないと言われてますが、保育園作りましたが、あ、なんだ？職員がいない。基礎教育を受けた労働者がいないということですね。ということは、何か専門家を雇うとかでいいのかな？これをすれば、こちらの職員増えたりはするのかな？はい、増えませんね。ということで、学歴がちょっと必要みたいですので、大学の方もちょっと作っていきたいと思います。どうしよう。学生寮とかもあるのか。こちら側が電車なんですけど、電車クロスできるのかな？電車、あ、クロスできますね。ということで、こっちの電車の向こうは、大学の方に行くようにしていきましょうか。お金の方は14、あ、ちょっと増えてきてますね。あ、結構増えてる、増えてる。電車が結構いい感じで売れてるのかもしれませんね。ということで、これで少しプラスにはなってきてるっぽいので、ちょっと建てても問題ないでしょう。あ、そうか。あと市民の駐車場とかもあるのか。なるほど。まあ、とりあえず今は大学ですね。まず大学の寮を建てよう。電気がないかもしれんな、こっちは。こちらの方に建てていきましょう。そして大学は、工科大と医大か。こっちの方に、あ、でっかいな。かなりでっかいな。思ったよりでかいですね。道路を引こう。道路をつないでいくことにしましょう。こっちと、ここにもう少し伸ばして、あ、伸ばす前にバス停入れるか。バス停を挟んでいきましょうか。よし、大学までバスで行けるようにした方がいいと思いますので、バス停を作っておきましょう。で、高架台を作ろう。ここだとバス停の重くし被るけどな。よいしょ。ここに立てて道路もつなげていきましょうか。あ、やばい。つながらない。距離が。あ、行けました。ギリ行けたかな？ギリ行けましたかね。で、その裏側に最悪ですね。医大も作れるような感じで設置しておきたいと思います。よし、これで、あとはバス停ですね。あるので、バスを少し買っていかないといけないぞ。バス停の指定しておきましょうか。ここに行って大学の方まで行くという。
単純なやつと、こっちの方は他のところですね。他のこっちのバス停から大学に行くという感じにしておきましょう。もう一個の方はどうしましょうかね。他は職場ぐらいしかないんですよね。職場からまあ行くことはないと思うので、こっちの方でいいかな。こっちの方から大学、こっちの方まで行くことにしておきましょう。これで少しはいけるんじゃないかと思います。ただ電気が今ないんですね。変電所の方を作っていかないといけませんので、あ、結構な電気量ですね。どこだ？変電所今こっちにあるんですね。電気が少しないな。困りましたね。電気をこっち側に持ち込むのが難しいな。これ分配はできなかったよね。高圧線を分配するには高圧線のスイッチが必要だったと思うので、これを途中に入れて変えるかですね。していきたいと思います。さあ、電圧もこちら側に引きまして、ちゃんと大学の方移るようになりましたね。学生寮の方は、いないのかな？誰も使ってませんね。せっかく建てたんですけど、いません。あと、これはなんだ？必要な教授と職員。そんなのがいるの？困りましたね。ちょっと科学を選んでみましたが、現在のこれだとダメなんですかね。先生がいないみたいですので、どうしようもありません。まあ、立てたんですけどね。まあ、どうしようもないので、このまま他のもの、あ、来た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 。教授を待っている学生はいますが、教授がいないんですよね。けど、学生だけ来てますね。さあ、こちらの方はまた今後、なんか、対応しましょう。はい、ということで、今日はちょっと人数を増やしたのと、電車でですね、石油とか原油ですね、こちらの方を送れるような手段を作りました。まあ、最後の方大学作りましたが、ちょっとうまいこと起動してませんね。また今後はちょっと考えていきたいと思います。それでは皆様ありがとうございました。